廃車。自動車における廃車とは、自動車の本来の用途における仕様、人や物を運ぶことをやめ、車席を抹消すること、またはそうされた車両のことである。日本の場合、自動車の所有者が、抹消登録と呼ばれる手続きを行うことによって、ナンバープレートが取り外され、廃車ということになる。 自動車リサイクル業界では廃車を指す用語として、エンドオブライフビヒクル、使用済み自動車イコール廃車の頭文字からエルブと通称される。抹消登録の方法として、道路運送車両法第15条に基づいた手続きにより、廃車する永久抹消登録と、道法第16条に基づいた手続きにより、廃車する一時抹消登録のどちらかを所有者が選択する。 登録自動車の場合は、陸運支局で、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会でこの手続きを行う。道路運送車両法第15条に基づく、廃車手続きで、俗に、15条抹消と呼ばれることもある。法的には、自動車が滅失解体通したため再使用することない手続きとされており、車両の解体を前提としたもので、 この抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられない。なお、2005年1月1日より、使用済み自動車の再資源化等に関する法律、通称、自動車リサイクル法が施行され、自動車リサイクル法における引き取り業者に引き渡し、電子マニフェスト上で破砕業者に引き渡され、解体報告記録日が発行されなければ15条。 抹消登録はできなくっている。道路運送車両法第16条に基づく廃車手続きで、俗に16条抹消と呼ばれることもある。法的には、自動車の使用を一時中止するための手続きとされており、所有者が長期間自動車を使用できない状態、長期出張、入院などにより、一時的に自動車の使用を停止する場合などにこの手続きを行う。 この抹消手続きを行うと、備考欄に一時抹消と記載された登録識別情報等通知書の交付が受けられ、日本国内で再び登録し、運行することが可能である。車が東南東行方不明になった場合も、完全に車両が解体処理されたことが証明できないことと、後に発見された時の再登録を考慮し、一時抹消の手続きが取られる。 盗難届等の証明書が必要。なお、この抹消登録を行った車でも日本国外へ輸出することはできるが、その場合には、運輸支局から輸出抹消仮登録証明書の発行を受ける必要がある。なお、一時抹消登録を受けた車両のうち、一時抹消後に抹消登録証明書を紛失してしまった場合には、抹消登録証明書は原則として、 再発行されない書類のために再登録は非常に困難となる。オートバイの世界においては、この抹消登録証明書の有無を指して書付き、書なしと呼ばれて区別が行われる。一般的にだと、え、ほぼ完全な形態の実動車体であっても、書なしの場合においては、再登が事実上不可能に近いために部品取りとしての扱いしか受けられない。こうした車両の場合、 部品を取り外してフレームのみの状態としたものを一旦海外に輸出し再度輸入手続きを行うことで輸入車両として再登録を行う手段もあるが高額な費用と煩雑な手間がかかるためによほどの希少車種でもない限りは行われることは稀である。逆にほぼ全損したフレームであっても初月の場合には食券打国等の正規の手続きを経て他のフレームに 車内番号を移し替えることで再登録が行えるため、貴重な車両の場合にはほぼ全損変形した部品としては無価値に近いフレームであっても高価に取引される場合がある。個人売買においては、書付き、書なしの説明が不十分で後でトラブルとな場合も多いために購入前には十分な確認が必要である。自動車を一時抹消登録した場合は、 登録識別情報等を通知書、備考欄に、一時抹消登録印字が、二輪の小型自動車と検査対象軽自動車の場合は、自動車検査証変納証明書、同じく、自動車検査証ペ印字が、車検のないバイク、二輪の軽自動車の場合は、軽自動車届け出済み証変納済み確認書と、軽自動車届け出済み証変納証明書、自動車重量税用が交付される。 これらの扱いが異なるのは、自動車は登録を行い、登録番号表の交付を受けるのに対し、軽自動車、二輪車は届出を行い、車両番号表の交付を受けるからである。また、軽二輪車は新車を登録する際にのみ自動車、重量税を支払う義務がある以外には、自動車重量税を納付する必要がないため、すでに納付されたことを証明する書類が添付される。 いずれにしても、一時抹消の証明書であり、以後の手続きを行うためには、必要な書類であることには、変わりはない。ある自動車が廃車となる理由には、大きく分けて、次の3種類がある。自動車は、整備や手入れを、多額の費用や時間をかけて行えば、30から40年あるいはそれ以上の期間使用する、ことも可能である。かつて、日本では、十万キロメートルは、 寿命の標語で、その目標に達すると廃車にしてしまうことが多かった。現在では異なり、車両の寿命は伸びつつある。舗装道路の比率が高まったこと、後半の防査微性能の向上などによる。長期間使用される例としては、車庫やガレージ等に保管していた車をそのまま使用する、旧車などで車をレストアさせて使用するという例もある。しかし、これらは非常に稀であり、 大抵の自動車は遅くとも普通車では20から30年。ただし、軽自動車、および、排気量 1000cc 未満の小型車などでは、性能や大きさの問題から15年程度、早くて10年前後で役目を終えて、所有者は次の車に乗り換える。しかし、近年自動車のモデルチェンジが、従来の4年単位から約5から7年単位と長く、 なり、10年以内に、新型車へと買い替える所有者も増えている。その場合は、廃車とならずに、中古車として市場に流通する場合もある。なお、車両の平均使用年数、初回登録から廃車まで、は稀に若干の減があるものの、全体的に見ると乗用車、貨物車、乗り合い車ともに、増加の一途をたどる傾向にある。ただし、長期間使用し続けているものの、 経済的な面から廃車にする場合もあり、次のような事例が考えられる。ドイツ、フランス、イタリア、イギリス、オーストリア、スイスでは、BMW、ルノー、フィアット、ローバーなどが共同で廃車の持ち込みを受け入れている。1989年、アメリカのデトロイトで開催されたモーターショーで、BMW のエバーハート・フォン・クーンハイム社長が、BMW は、 自社の自動車のリサイクルに責任を持つと表明。BMW は自動車のリサイクル技術の研究のため1990年6月にドイツのランツーフート工場に自動車解体試験施設を開設した。BMW は1991年にドイツ国内において自動車メーカーとしては世界初とな自社製自動車のすべての引き取りの受け入れとリサイクルを開始した。 自動車趣味の一つとして、陶器、あるいは長年放置された車両を探し出し、ウォッチングと撮影をするジャンルが存在する。1950から70年代の車両、旧車が主で、レーシングカー、乗用車、商用車、バン、トラック、バス、特殊車両等、その対象は多岐に及ぶ。専門の雑誌やサイトも多数存在し、 探索者の多くは廃墟探訪と同様に現代文明に伴う滅びの美学や黄昏トワイライトの風景を味わうことを目的とするが、さらに自動車設計の進化や生産技術やの変化、また工業デザインや素材の変遷などを実物を通して学ぼうとする車好きも存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。